堺ブレイザーズは大阪府堺市に本拠を下しプロバレーボールクラブチーム。2021から22シーズンは V リーグディビジョン1に所属。日本製鉄の子会社株式会社ブレイザーズスポーツクラブが運営するプロスポーツクラブ。前身は新日本製鉄堺製鉄所を拠点としていた実業団チームの新日鉄ブレイザーズ。 チーム結成は1939年で、結成当初は福岡県八幡市の日本製鉄八幡製鉄所を拠点としていた。日本リーグに第1回大会から参加している。新日鉄時代から獲得した全国タイトルは歴代最多の計54回である。チーム名のブレイザーズとは堺製鉄所にちなみ炎の男たちという意味が込められている。 練習場は日本製鉄堺製鉄所体育館であり、練習見学も可能である。2012年にはそこで V プレミアリーグのホームゲームも開催された。ホームゲームは堺市の堺市、金岡公園体育館や、かつての本拠地でサブホームタウンである北九州市の北九州市立総合体育館などで開催されている。チームマスコットは二代目、我が王で、 恐竜がスすット地元堺出身で、背番号は G である。バレーボール教室を多く開催し、一般からジュニア、キッズの世代ごとに分けるなど、幅広く指導してきた。現在は、バレーボールの多柔道の普及に取り組んでいる。1939年に、福岡県八幡市の日本製鉄八幡製鉄所が、バレーボール部を結成。 戦時中は休部したが、終戦の翌年にあたる1946年に、復活、翌1950年、全日本実業団選手権で優勝し、以降も優勝を重ねて1962年までに、通算5回優勝。また、1961年より開催された全日本6人制、実業団選手権の第1回大会でも優勝している。 1967年に日本リーグが始まり、初代チャンピオンに輝く。1969年に大阪府堺市の八幡製鉄堺製鉄所に拠点を移し、1970年に八幡製鉄が合併で新日本製鉄に社名変更することに伴い、チーム名も新日鉄バレー部と変更。1970・71シーズンの 第4回日本リーグで6チーム中5位となり、入れ替え戦でも連敗し、実業団リーグに降格する。1971、72シーズンの第3回実業団リーグでは3位に止まるが、1972、73シーズンの第4回実業団リーグでは、中村雄三監督の厳しい練習の成果で、柳本翔一や小田勝美、田中剛志を擁して優勝。 入れ替え戦でも勝ち3シーズンぶりの日本リーグ復帰となった。復帰戦となった1973、74シーズンの第7回日本リーグでいきなり優勝。以降、第10回大会まで4連覇を果たす。全日本都市対抗優勝大会でも1973から1976年に4連覇を果たした。第12から14回日本リーグ。 第22から24回日本リーグでも3連覇を達成している。クロ端シバタでも1988から1990年に3連覇を果たす。日本リーグでは1993、94シーズンの第27回までに全部で12回の優勝を果たした。1994年に日本リーグに変わり V リーグ開幕。チーム名も 新日鉄ブレーザーズとなる。V リーグでは1994、95シーズンの第1回大会、翌シーズンの第2回大会と連続の準優勝に、アマンジタが1996、97シーズンの第3回大会では、真部正義、上田達也、中賀一祐一をはじめとする主力選手を要して優勝。翌シーズンの第4回大会も連覇した。 1998-99シーズンの第5回 V リーグは序盤でつまずき6位。1999-2000シーズンの第6回 V リーグはレギュラーラウンドを1位突破するもの、決勝ラウンドでサントリーサンバーズに敗れ4位で終わる。2000年、新日鉄のスポーツ事業運営の見直しを図る観点から、 新日鉄バレー部としては一旦幕を下ろし、本拠地の堺市に密着した総合スポーツクラブを目指し、新日鉄完全出資の子会社、ブレイザーズスポーツクラブを設立。チーム名も、V リーグ開幕時からの新日鉄ブレイザーズから、現在の堺ブレイザーズに変更され、実業団チームから V リーグ男子では初のプロクラブチームとなった。2004年、 かつてのスーパーエースだった中外一が現役引退し、監督に就任。2005、06シーズン、第12回 V リーグで8年ぶりとなるクラブ加護初の優勝を果たす。大阪市立中央単位区間で2試合行われ、サントリーサンバーズとの大阪対決となった。2試合とも3から2で勝利し、激闘を制した。また、同シーズンにおいて、堺市、 金岡公園体育館でのホームタウンマッチ3試合において、それぞれの試合における優秀賞に対する賞金を贈ることを決め、勝利チームのその試合の最優秀賞1名に20万円、敗戦チームにも関東賞1名に10万円を贈るとしている。2008、09シーズン、決勝で、トーレアローズに0から3で敗れ優勝ならず。2009年、2008、 零級シーズン終了をもって、中外地が指導者海外研修のため監督を退任し、コーチの坂井慎吾が監督に昇格した。2009、10シーズン、2年連続決勝進出するも、パナソニックパンサーズに0から3で敗れる。2010、11ボルトプレミアリーグでも優勝を果たしたが、東日本大震災によるリーグ打ち切りにより、 リーグ打ち切り時点の暫定成績の順位でシーズン順位を決められたものである。2012-13V プレミアリーグ決勝でパナソニックパンサーズと対戦。セットカウント3から1で勝利し2年ぶりの優勝を果たす。セミファイナルラウンドファイナルラウンドを戦い抜いての優勝は7年ぶりである。新外国人のミランペピチの活躍や石島祐介。 松本義彦などシーズン通してチームと選手が好調だった。2013、14ボルトプレミアリーグは3位。3位決定戦でトーレアローズに3から2で勝利。2014年、坂井が J バアンダーカテゴリープロジェクトであるティムコー監督就任のため監督を退任。堺の後任としてノルウェーで8年間指導を行ってきた印東玄渡が監督に就任した。 4枚同時攻撃を重要視したヨーロッパスタイルで挑んだが、2シーズンで5位、6位と思うような結果を残せず、印東は2016年に契約満了をもって退任となった。後任として、強豪チームやナショナルチームでの指導経験が豊富である、辛坊綱一郎が就任。しかし、チームは浮上せず、辛坊は2019年に契約満了をもって退任。 その後、チーム OB である千葉信也が部長に就任し、2002年から2シーズン監督を務めていた合談名ホースが監督に再任した。それでもチームは上昇せず、2021年に名ホースは退任した。後任として2シーズン部長を務めている千葉が監督に就任した。日本リーグ、実業団リーグ V リーグ、実業団リーグ V1 リーグ V プレミアリーグ、 V チャレンジリーグ V リーグ、ありがとうございます。